はい、それではですね、続けまして、えー、と人事総務検定のですね、はい、ご興味のある方は、ですね、えーと、10分ぐらいですね、ガイダンスの方に、えー、早速、このまま流れで入ってきますので、よろしくお願いいたします。2つの今、ね、うちの協会で検定試験をやっております、1つが人事総務検定です、1つが、まあ、ちょっと移させていただいたんですけれども、労働時間適正管理者検定になります。はい、 今日、臨検の話、出ましたけれども、はいまあ、労働基準監督署の対応とか、まあ、働き方改革による、まあ、労働時間がどうなるのか、まあ、こういったことです、ね、気になる方ですね、この労働時間適正管理者検定を受けていただくといいかなということになります。はい、労働時間適正管理者ということで、はいえー、まずじゃあ、ね、労働時間適正管理者からいきたいと思います。 はい、まあ、このような見開きのパンフレットなんですけれども、はい、でまず、えー、労働時間適正管理者検定でやる内容はどんなものなのかというところが書いてあります。はい、そうしますと、ですね、まあ、現在、この特別認定講習会、まあえーまあ、この検定試験自体がですね始まったばっかりです。はい、ということでですね。 だいたいた知識編で2.5時間実務編で2.5時間計5時間、まあ、今日と同じぐらいです、まあ、今まで皆さんが受けていた,いただいた検定、えーね、講義そのものです、まあ、そういったものですね、はい、内容としてはいろいろ書いてあるんですけども、えー、講義内容がです、ね、実務編が例えば労働時間の管理に関する政府のガイドラインの遵守とかね はい、あとは、まあ、ちょっとここにはわざと書いてないんですけれども監督誌への臨検対応とあんまりちょっとねあの書きづらいもんですから書いてないんですね。はい、ということで実際、あのまあ、ベテランの社労士がですね、まあ、どうやって監督書さんが来たときに、まあね、実務の方は対応するのかということをお伝えするそういった講習会になっています。す、はい、すごく大事なことだとだだ私私はは思っっていままも最初からベテランの社だったわけではありません 誰でも最初は1年生です。私も1年生でした私も平成12年に社労試験に合格ですぐに会議をしてすぐに全くわからない世界に飛び込んできてですぐに、ね、あのいろんなことですぐに監督署の検査とかに入ってだからその時に思ったのはあれ誰か教えてくれないかな周りに教えてくれる人いないのかなと思いましたね。 ところが教えてくれないんです先輩の社労士さんでもそんなに臨県に対応している社労士さんがまずいないということこれが一つですねそれからベテランの社労士さんだって、はい、自分のノウハウがありますのでなかなかそういったことを人に明かすっていうのも、ね、いきなり重要な秘密を、まあ、自分の,、ねあのえー、大事な経験をお伝えするなかなかそれはしませんよね。そこで 自分は、まあね、この何年やってきた忘れちゃいましたけどその経験をです、ね、伝えたいなと思ったわけですねはいで監督署の検っというのは私が思うに決して悪いことではないんですむしろウェルカムなんですよそれによって今の会社をうまくよくするきっかけにすることもできるってことに気がついたわけですねなぜなら、はい、例えば私が関わってきた会社では労働時間の管理をまあやらずに 残業も払わないのが当たり前という、まあ、いわゆる昔のブラック企業なんていうのは、ね、あったんですねでも、臨検に入って過去に遡ってお金をとらてたら次は中止をね思うわけですね、はい、だからそれをきっかけにしね会社良くしましょうちゃんと整備していきましょう社長昔と違うんですよって話もできるんですよねはいそれは言えば分かるかもしれないんですけど分からないんですあの 昔から自分がやってきて会社を何年もそれでやってきちゃってる会社長さんは絶対言うこと聞けません言ったってだって自分の方が経験上だと思っているんですその社長さんたちはその社長さんたちに外部の人間が何言ったって言うこと聞くわけがないんですだから監督署の隣権が入った時にうまいきっかけにしてねそして会社をうまくやっていけば、ね、うまく制度化していくということができるんですね はい、そういういい面もすごくいい面面ももすすごく持ってるんです臨ただあの担当者の方はうちの会社ってなんかブラックだし、臨検入ったら私、怒られるんじゃないで、ね、相談を受けるんです私、大丈夫でしょうか今の会社にいて私、辞めたほうがいいんじゃないでしょうかと何でですかと、はい、何か担当者の検査が入った時に私、総務の担当なのでなんか怒られるんじゃないかと思って大丈夫ですと、ね、大丈夫ですあなたが怒られることは一切ありません。 会社が是正をね、いただくことはありますけれども、担当者が怒られることはありません。あるとすれば、改ざん、虚偽、隠匿、これだけです。改ざん、虚偽、隠匿です。はい、そんなことしないですよねあ。もちろんしないです。社長に頼まれてもしたはだめだよと。はい、そうですね。だから、そういうことを誰も教えてくれないわけですね。はい、なんで教えてくれないの そんなことを教えたら長者にならないというのも一つありますし、えー、それはそんなに教えるべきことじゃないと思われてたからですねだからそういったことをやりますそれと労働時間の知識はい、労働時間の限度労働時間の考え方でね、社会保険労務士の講座に通っている方に関しては多分知識の五割ぐらいは分かっていただいちゃってる内容になります 社会保険労務士の方であればだいたい五割ぐらいわかると思います。はい。で、そういった講座に通ったことない方であれば百パーセント役に立つと思います。それが労働時間適正管理者です。で、まあ五、えー、時間の講習を受けていただいて、その後確認テストを受けていただくと、そこで問題がなければそのまま認定書を発行させていただくという内容になります。はい。そんなに難しい内容ではありません。えー、っと金額としては すべて込み込みで、えー、2万7000円ということで、はい、では次です、今度は人事総務検定ですね。3級、2級、1級になっております。はい、3級、2級、一級,級になっております。はい、まあ1、1ページ開けていただきますと、今はたい1500人から2700人,人ぐらいかの方がですね、検定を受けていただいております。はい、で まあ、なぜこんなことをやっているのかということなんですけれども、私が自分で社労士の仕事を始めたときに、なんで人事総務の仕事ってこんなに難しいのかなと、はい思ったんですね。で難しい割にあんまり教えてくれないよねと。で税務のことは税理士さんに聞けばわかるんで、でもね社会保険のことは社会保険労務士さんに聞かないとわかんないと。そういうふうに考えると。 にもいいいろんななな人に聞かなきゃいけないよねでも給与計算まで教えてくれる人ってそんなにいないし先輩に聞いたら機械に入れるだけでいいって言われるしでもなんか時期が来て、ね、保険料率入れる日に日にち間違えたらすげえ怒られるしだから例えばね人が一人入ってきただってその人がパートで例えば22時間のパートでした。 雇用保険入れるんですか。入れます。社会保険入れますか。社会保険微妙です。その事業所が特定適用事業所に該当すれば、被保険者資格取得届出さなきゃいけない可能性があります。八万八千円以上だったら。でも、特定適用事業所に該当しなければ、入れなくていいんです。変わってるんですよ、最近はね。だから、そのように考えますと。はい。たった一人の人間入社させるだけでも。すごく大変なんですよね。はい。 まあ、今の人ね、えー、例えばね雇用保険入れる社会保険どうするのかじゃあ今度は給与計算上のの扶養親族の設定ってどうすするんですか昨年法改正があってこれは源泉控除対象配偶者に該当した人間がまあね配偶者がいればそれは源泉控除の扶養親族に入れるでも扶養親族にはなって源泉控除対象になっていなければ年末調整で じゃあ年末調整ってやんなきゃいけないと。はい、ということでそれ考えただけでも結構、ね、でも社会保険の扶養はどうなんですか社会保険の扶養は130万円という、まあね、ものがあります社会保険の扶養であれば奥さんが130万円、ねえー、パート収入で130万円超えていなければ、はい、これは扶養になれる。 でもこの130万円って源泉徴収票の130万円かと思ったらそれも違うって言われた何なんだと将来受けるべき金額で考えてください、はい、それ聞いた健康保険組合に聞いたそれってどうするんですか。3か月平均してその ×12 倍が130万円超えてるかどうかでうちは判断しますと言われた聞いたことないわからないもうどん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 疑問点が発生しませんさらに ね、じゃあここが今一番皆さんの会社でトラブルになると思われるところだけ一つだけ言います健康保険の扶養親族は130万円、はい、通勤費入ります年金入ります失業の手当も入ります健康保険の傷病手当金も入ります、はい、老齢厚生年金遺族厚生年金障害厚生年金全部入ります。はい、全部入って 障害者の場合は180代だけども130万円ですねはい税法上は今は配偶者特別控除はい奥さんのパート収入が150万円までであればね38万円のご主人が丸々配偶者控除を受けることができます逆転現象なんですはい逆転現象なんですねはいだから そこがね変わったんです。税務法が税法の方が変わってるんです。上がってるんです。上がってるんです。昔は百三十百三万円、今は百五十万円まで。ただし百三万円から百五十万円のところに関しては配偶者特別控除という名目の処理になりますから減税控除ができないんです。とかね、はい。とかね。そんなこと誰も教えてくれない。社労士講座でも教えてくれなかった。 でもいきなり現場に出たら一気にそれにさらされたんです。わけわかんないとしょうがないどうこう行っても聞いてもわからないとでそれをどん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 貯めていったわけですねでそれを口座にしたというのが、まあ、人事総務検定で、はい、まずちょっとね見ていただきますと2級と3級は認定講習会があります3級は、はい、2.5時間の2.5時間ですね、はい、えー、っとまあ大体ですね 労働保険社会保険の仕組みこれは社労士試験を受けられた方であればああそうだなと納得していただける内容になりますあとは、まあえー、入退者とか、ね、給与計算の基礎マイナンバーの知識ですそれから2級になりますとこれはですね面白いんですよこの講義はね入社から、ね、例えばどん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 ですね、えー、時系列を追っていきます。はい、そして だいたい2番になるとです、ねはい、賃金とか3番、労働保険の給付の手続きになります社会保険の給付で例えば傷病手当金の請求書の書き方とか労災保険の休業保証給付の、はい、書き方とか、まあ、そういった内容ですね、はい、それから、まあ、4番のところですね、はい、これは、まあ、一元適用事業の労働保険料の申告とかですね最後、もう一度2級でマイナンバー等を復習するということで。 2時間半の4単元という形になりましておおよそ人事総務で出てくるものを全部網羅していますと、はいまあ、どんな方にお勧めかというと今、人事総務で働いている方働こうとしている方で働いている方についてはまあ当然ある程度分かっているかと思うんですけれども知識として定着したい方ですね。 はい、いろんな分野を知りたい方社会保険の適用はやってるけれども労働保険の方はやってないよとかね、はい、就業規則のことは聞いたことないんだよねただ手続きだけ私やってるんですみたいな方とかですね、はい、そういう方におすすめですねあとは社労士の資格を取ろうとしてる方取った方で実務にまだ行ったことがないこれから行こうとしてる方で,、はい、で社労士さんの資格というのは 人事総務の方に対する指導ですから自分ができないでどうするってなっちゃいますのでねはいですからそれに関しては当然やっていただいた方がよろしいのではないかなとそんなふうに思いますやり方は3級と2級が別,競技、ね、別講義日になっておりまして3級は1日で終わって最後に確認テストを受けていただいて問題がなければ認定させていただくという内容になります。2級の方は、はい まあ2日間に分けまして2回受けていた二日受けてきていますそしてここも日程取っていただきましてですね最後に確認テストを受けていただくとまあ認定と、まあ、認定されますとですねこのようなカードそれからまあ症状はこれとは別にまた出てきますカードの会員に関してはこの協会の方のホームページの会員で内部に例えば今日の講義とか 私、だいたい月に2回講演会みたいなのやってますそれが入ってますのでそれが無料でいつでも見れるようになるということですね今考えているのはあの講義のための講義セミナーのためのセミナーというのを考えていただいて会員の方は自社でいつでもセミナーをやってもらえるように私がセミナーのためのセミナーをええダウンロードしてもらえるような、ね、そんなことも今考えています。ので。 はいまあ、自由に見ていただける会員は一応2年更新で2年で1万円を更新するとまた2年間更新という形になります、はい、そして、えー、今始まったのがスペシャリストですねそれが1級ですで1級に関しましては2級,2級を取った方じゃないと1級に行けませんだから2級の認定講習を受けられて2級の認定を受けた方は1級にチャレンジすることができます1級は全て これは厳格な試験を受けていただきますので認定講習会で受けることはできませんで、1級はかなり難しい内容になっています1級まで行きますと、A、部下の育成評価制度株主総会株式会社とはそういったところまで人事とか総務で対応し得るまあ、ねマネージャークラスの知識を試すことになります ですから、まあ、例えば皆さん、社労士試験を持っていて人事総務の3、2、1と取っていただいたらもうかなりの、ね、知識がつくというふうになると思っています。はいで私がです、ね。私が常日頃思っていることはあの知識も大事だけども実務も大事だよね。だから、あの知識もすごく大事です。 そして現場もすごく大事ですよね、皆さんも、ね、あの現場の方だからあのすごく分かっていらっしゃると思うんですねもう一つ、あのキャリアってすごく大事なんですよ。で、ね、キャリアって自分で今作っていかなくといけないんですね、でこの間です、ね、厚生労働省の、えー、今ね、ちょっと毎月勤労統計で問題になってますけど統計見ましたら、はい、高度人材を投入する割合が最も高い部署はどこですかっていう。 アンケートがあったんですね。はい、それは全企業では人事総務がトップなんですよ。だから高度人材っていうのはね、知識と経験のある人材でしょ。だから私はそこはね、もつと I T だと思ったの I T に決まってるのと思う。違う、I T じゃないですよ。I T より人事総務の方が上なんですよ。だからこれからですね、やはりね、この働き方改革の影響もありますので、人事総務のまあね、まあ現場のスペシャリストと。 できれば社労士の資格取ってください。ちょっとね、ハードルが高い方は人事総務検定じゃ、ね、社労士の資格、または人事総務検定の資格取って、さらに現場で鍛えてください。で、自分のキャリア作っていってください。自分のキャリア。これ、口で言っても分かりません。口で言って分からないってことが私よく分かります。なぜなら、うちの娘に言っても全くやりません。はい。これ、本当です。隣で言っても全く聞く耳を持ちません。はい。だから、やってね。だから、いつも言うんです。あの 自分が現場に立ってね、ああの社会人ですのでね、働いてますので、自分が現場に立ってね、あの壁にぶつかって初めてわかるんだから、好きなことをやってくださいっていつも言うんですけどね、すいません、ちょっと余計な話しちゃって。はい、ということで、あのもし質問がある方いたら私でもいいし、あとはお申し込みの際はですね、ぜひ水道橋工でよろしくお願いいたします。長い間皆さんね、ありがとうございました。風邪をひかないようにお疲れ様でした。